はいどうも、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。緊急事態が発生中です。あなたのウォレットにある大切な資産が何者かに根こそぎ持っていかれる危険が迫っています。これは現状 99% の人が該当する可能性が高く、今動画をご覧のあなたも例外ではありません。今回の動画では今起きている新手の仮想通貨詐欺について徹底解説します。それに伴って回避する方法についても解説していきますので、何としても大切な資産を守りきりたい、自分も該当するのか不安、そんなあなたは必ずこの動画を最後までご覧ください。本編に入る前に、動画をご覧いただいているあなたに1点重大な告知があります。日頃このチャンネルを一緒に盛り上げていただいている感謝の気持ちを込めまして、このチャンネルでも何回か取り上げていったんですが、今非常にですね注目の集まっているムーブトゥーワン銘柄エイプムーブのシューズ NFT をですね、今回皆さんにお配りするばらまき企画を開始いたします。で、今回の企画では先着10名の方にシューズ NFT を配布していこうと考えていますので、シューズの NFT ゲットしたいと考えているあなたはですね、この動画の概要欄から僕の公式 LINE 追加いただいて、そちらから NFT とメッセージの方を送ってきてください。で、こちらメッセージ送っていただいたらですね、今後企画やプレゼントの配布などを行っていく専用 LINE の方にご案内いたしますので、そちらで詳細をご確認ください。で、参加条件としましては、この YouTube チャンネルのチャンネル登録、公式 LINE とプレゼント LINE の追加、僕の公式Twitter のフォロー、そしてこの動画の概要欄にもあるエイプムーブの動画にコメントを書き込んでいただくこと、この4つがですね参加条件としてあります。こちらの企画ですね、近日開始予定ですので、開始日決まり次第ですね、さらに詳しい詳細を共有していくんですが、今のうちにですねこの4つの条件達成しておいてください。で、今回のですねこの NFT 獲得していただくことによって、今後エイプムーブのアプリがですねリリースされた時に最速で参入が可能となってきます。そしてセップンやカロランをはじめとしたですねムーブトゥーワン銘柄、リリース当初非常に大きな利益を上げれたというですねケースが多く、中にはですね時給5万円以上の利益を獲得できたといったケースも少なくありません。なので今回ですねこの企画で NFT ぜひゲットしていただいて、エイプムーブでも時給5万円以上の利益狙っていってください。それでは本編の方入っていきます。で、今回改めてお話しするのがですね、今仮想通貨ユーザーの間で起きている非常に大規模な仮想通貨のスキャム、詐欺ですね、こちらの手口について、さらに回避方法なども追加で解説していきます。で、今回ですね動画を撮影するに至った経緯としては、僕のウォレットを、あとはですね僕の公式 LINE の方にも多くの方からなんかよくわからないコインが入ってますっていう話をいただいてですね、いろいろ試行錯誤をしてみた結果、ちょっと非常にまずいコインだっていうことをですね判明しまして、これ早急にいつもですね動画ご覧いただいている視聴者様に共有しなくてはと思って、今回の動画緊急で撮っています。ではですね、今回の詐欺被害の概要についてお話ししていきます。で、まずですね、今回どういった流れでですねウォレットの中の資産が抜かれてしまうかっていうところなんですが、まずですねある特定のコインが無差別でウォレットに届きます。で、そしてそのコインをですねユーザーの方が売却、もしくはそのコインのですね関連サイトなどにアクセスしてしまうと、ウォレットの資産が抜かれてしまいます。で、これですね、いろいろなウォレットで確認したところですね、ほとんどのウォレットにこのコイン届いていることが判明しています。なので今ご覧いただいているあなたもですねご自身のウォレットに届いている可能性非常に高いです。で、今回の被害該当するウォレットがこちらです。まずメタマスク、こちら多くの方が使っているかと思います。そしてもう一つセーフパルウォレット、こちらの2つはですね現状調査済みとなってます。ではですね、いよいよ今回の対象の詐欺コインについて解説していきます。で、今回今ですね判明しているコインはこの2種類があります。まず1つがですね AGP というトークンシンボルのコインですね。もう1つがこちら Atom というトークンシンボルのコインになります。で、こちらですね特に要注意となります。その理由はですね後ほど解説していきます。で、まずですね1つ目の詐欺コイン AGP コインについて、こちらまず解説していきます。こちらですねどういった流れで被害が出るかというとですね、先ほどお話した通りなんですが、まずですね勝手にウォレットに送られてきます。で、そしてそのコインを売却したり、あとはですね関連サイトにアクセスなどしてしまうと、ウォレットの通貨が全て抜かれてしまいます。で、こちらですね特にセーフパルウォレットの場合、勝手にウォレットの中にですね追加されてしまうので特に注意が必要です。メタマスクの場合はですねコントラクトアドレス入力いただいて、トークンをインポートした場合に表示されます。で、次ですね2つ目の詐欺コイン、こちらが Atom というコインですね。で、こちらもですね AGP と同様の被害が出る可能性が非常に高いです。
で特にですねこちら要注意なのがコスモスというプロジェクトが発行しているこちらアトムというですね同名のコインがあるのでこちら間違えないように要注意です。こちらのロゴもですねコインが目印となります。このロゴがついているコインがですね正真正銘本物のコスモスが発行しているアトムコインとなります。でいよいよですねこのスキャムの被害ですね回避するためにはどうしたらいいのかというところを解説していきます。で大きく分けるとですねこの2つ注意してやっていただければ被害は避けられるということが分かっていますのでこちら実行してください。でまず1つですね該当するコインを絶対に売却しないということですね。そしてもう1つ該当コインに関する怪しいサイトに絶対にアクセスしない。でこれに関連して怪しいサイトにウォレットをコネクトしない。大きく分けてこの2つですね徹底していってください。で先ほどもお話した通りまず1つ目、該当するコインですね売却してしまうとそこでですねおそらくウォレットが紐づいてしまい何者かに中の資産を全て抜かれてしまう恐れがあります。なので絶対にこの先ほど言ったですね AGP そして偽物のアトムコインを売却しないようにしてください。でそして2つ目、こちらのですね2種類のコインに関する怪しいサイトに絶対にアクセスしないようにしてください。さらにですねそのサイト内例えばアクセスしてしまったとしても絶対にですねウォレットをコネクトしないようにしてください。こちらですねやってしまうとこれもですね同様にウォレットなどと紐づいてしまい資産が抜かれてしまう可能性が非常に高いです。なのでこちらご注意ください。でですねここまでお話聞いていただいて実際ですね自分にもこのコイン届いていないか不安だと思いませんか。で今現在ですねあなたにもこのスキャムのコインですね届いているのか確認する方法があります。でこちらですね確認する方法を公式 LINE にて共有しています。なので自分がですね今このコイン届いてしまっているかどうか確認したいというあなたはですねこの動画の概要欄から僕の公式 LINE 追加いただいて追加後にですねこちら資産を守るとメッセージをお送りください。こちらのメッセージをお送りいただいた方限定でこの確認方法を共有していきます。やはりですねこちら公式 LINE にお越しいただいて直接やり取りした方がですね冷静に安心して対応いただけると判断して今回のこちらの流れを取っております。なのであなたの大切な資産を守るためにもですねぜひこちらの方法をご確認ください。でそれでは今回はですね今非常に大きな規模で発生している仮想通貨のスキャム被害ですねこちらの詳細と回避方法について解説していきました。でこちらですね僕もこういった状況起きていると知った時にですね正直非常に怖いやり方だなと思ってしまったので今回ですねより多くの方にこちら知っていただければ幸いだなと考えています。なので今後ですねこういったスキャム被害に関しても何か進捗ありましたらこのチャンネルで動画で共有していきますので自分の大切な資産守っていきたいと考えているあなたはですね今のうちにこのチャンネルのチャンネル登録必ず忘れずにしておいてください。でまたこの動画ですねできるだけ多くの方に広めていきたいのでぜひですねもしツイッターなどを行っている方いらっしゃいましたらぜひこの動画共有していただいたりですねあとは多くの方に届いてもらうためにもぜひこの動画の高評価あとはですねコメントで自分も届いていたかどうかだったりですね何か知ってる情報などあればぜひ教えてください。でこちらでですねコメントなどでいろんな情報を共有していただければですね他の方も閲覧することができますので、まあ、このチャンネルに携わっていただいている視聴者様皆さん全員でですねぜひ大切な資産を守っていければと考えています。でそして動画の最後にですね1点重大な告知があります。でまた冒頭でもお話ししましたが今日頃の感謝を込めまして最も勢いのあるムーブトゥワン銘柄であるエイプムーブこちらのシューズ NFT のばらまき企画を今後行っていきます。で昨日ですねそちら発表していったんですが非常に多くの方からですね参加したいですという声いただいていまして、まあ、今非常に盛り上げていただいています。なのでこちらですね当選して NFT 受け取っていただければですね今後エイプムーブがアプリリリースされた時に最速で参入していくことが可能となります。でそうすることでですね過去ムーブトゥワン銘柄参入する際の問題点だ参入のタイミングが遅くなってしまって、まあ、高値掴みしてしまって原資回収ができなかったなんていうようなですね損失を回避できて、まあ、先行者利益得ていくきっかけとなるかなと考えています。なのでこの機会にですねぜひ参加していただいて NFT の方を受け取っていってください。でこちらですね参加いただけるあなたはこの動画の概要欄から僕の公式 LINE 追加いただいてそちらにですね NFT とメッセージを送ってきてください。でこちら送っていただいた方にですね今後企画やプレゼントの配布などを行っていくプレゼント専用 LINE にですねご案内いたしますのでこちらぜひ公式 LINE に送ってきてください。それでは今回の動画はこちらで以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。